じゃあ、明日の意気込みの方を。そうですね。まあ久しぶりのイベントというところで、まあコロナがですね、こう緩和になってきた中で、多分皆さん、お客さん、ね、多分こう、うずうずしてるかなと思いますので、そこで、まあハイエースを使った、まあうちならではの、まあ、お車ですね、ぜひアピールさせてもらって、ぜひ使ってもらいたいなっていう、まあ、思いがありますので、ここでも自分の力も発揮しつつ、お客さんのこう思いとか、やっぱ夢とか、そういったものもいろんな話を聞ければなと思いますので、すごい楽しみな心境です。熱い思いですね。熱いですね。明日楽しみですね。ですね。もう今日寝れるかなって心配ですね。遠足の前みたいな。僕寝れないタイプなんで。じゃあ明日頑張りましょう。頑張りましょう。というわけで、はい、どうですか？そうですね。まあはい、ハイエースのことを初めて聞かれた方もいらっしゃいますし、まあ、実際にこううちの会社で、こういったことをしてますっていう紹介は結構今できてるかなと思うので。お疲れ様でした。はい、はい、2日間渡ってどうでしたか？2日間、そうですね、たくさんの方に、うん、車を見ていただきまして、でダイレクトカーズが三重県の津市のここでやってるんだっていうことも知っていただきましたし、こういった車作ってるんだっていうことも知っていただけたと思いますし、はい、あとハイエースを使ってこういう、こうキャンピングカーというか、うん、こういういろんな使い方ができる車があるんだなということも知ってもらえたんかなというふうに思いますので、はい、はい、僕のはい、結構、はい、いいイベントだったかと思います、はい、ありがとうございました。まあこういう機会がねあれば、ね、ダイレクトカーズも、ね、皆さんに知っていただくことが ね大事だと思うんで、はい、今回良かったですね。良かったと思います。いろんな人と話せましたもん ね今回ね。本当にお客さんと、はい、あとまあ業者さんもそうですけど、はいはい、いろんな方に本当に見ていただいて、うんうん、はい、
れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう疲れ切ってる顔ですね。違います。全然疲れてない、はい、じゃあ今日はこんなところで。そうですね、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、よかったら、ね、こんなテンションで言うのもなんですけどチャンネル登録はい、していただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。はい、まあこんなイベントをね多分これからもやっていくと思うんで、はい、まあある時はねあの SNS とかで拡散させていただきますので、まあ、機会ご都合合えばね来ていただければと思います。はい、はい、というわけで今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。